はい、どうもお疲れ様です。じゃあ46週目の展望をね、テクニカルから測っていこうかと思います。まあ1週間の取引をテクニカルだけで見るってことはまあまあ不可能なんですけども、まあおおむねさらなる円安に向かうんではなかろうかっていうところと、じゃあ円安が止まるとしたらどこを見ておけばいいのか、これに絞ってのお話し,しようかと思います。えー、ご覧のように現在ですね、前回介入が入ったところの領域をもう超えようとしてるわけですよ。で、さらに、 今回45周ってのはかなり強い陽線が出ましたね。それまでってのはずっと昇降状態で、え、幅の、上下の幅の小さいね、ロウソク足が5回ぐらい並んでいたんですけども、そこまでの勢いってのは上昇を続けておりました。で、これがですね、スローなペースになって大きく陽線で突き上げましたんで、これ介入が入りにくい形ですよね。介入はなんで入るかっていうと、急速な、ああ、円安とか、 それから円高に向かう際に、それを抑制する手段として、為替介入っていうのが入るわけですよ。まあ、為替操作っていう言い方もありますけどもね。で、あんまり為替操作を繰り返しているとお、やっぱりね、日本の事情でやるわけじゃないですか。だからアメリカ市場のバランス壊れるんで、外交の問題にもなってくるわけですよ。ですから、なるべくなら介入はしたくない。しかし、介入せずに放っておくと、それはそれでバランスが悪くなるから介入が入っちゃうっていう、こういうメカニズムなんですよね。ですんで、緩やかに、 円安に向かう分、円高に向かう分は、これはもう市場原理として放置されるわけなんですよ。まあこの辺の見極めが非常に難しいんで、口先介入って形で、実際にはあ介入をせずにね、市場の心理操作をして調整しているって作業があります。ですから、いきなり介入ってないんですよ。まず口先介入で動きを抑制して、それでも止まらなかったらっていう形になりますよね。まあそう考えていくと、口先介入しばらくありませんのでね。 あの逆口先介入みたいなのありましたけどもね、10月は介入しなかったよって、あ,あれがですね、今回の大きな、あの、要線の突き上げの原因になったんじゃないかなと思いますけどもね。はい、そんな感じでね、この週間足を見ているわけですけども、今回46週ってのはそこまで急速には上がらないと思いますが、でも実際は152円とかね、153円の前半に向かっては動いていくんだと思います。 はい。じゃあ次、デイリーですね。じゃあ、デイリーで、どのように円安方向に向かうのか、もしくは向かわないのかを見,見極めるかと言いますと、もう、テクニカルで言うとこれですよね。ここを抜けていけば、円安が152円に向かっていくっていうふうにもう決め打ちしてもよろしいかと思いますけども、ここを抜けずにですね、まあ、まごまごしたりとか、それから下に向かうようでしたら、あ、これは、もしかしたら今週は152円に、 行かないのかもしんないなと。あの、一足踏んで、その後、47周目ぐらいに上に行くんじゃないかな。48周目かなっていうふうに考えてもよろしいかと思います。通常でしたら、これ、3ペイとか4ペイとかになってますからね。上の方に突き上げていくと思いげちなんですけども、あの、やっぱりね、坂田湖法といえども、テクニカルは、冷やしにはそんなに当てはまんないんですよ。やっぱり1時間とかせいぜい4時間までなんですよね。まあですんで、冷やしにまで、 テクニカルの理論をあんまり持ってきすぎない方がいいかなと一つの目安として見るわけであって多くはファンダメンタルで動いてますからねデイリーってのはファンダメンタルの割合が4テクニカルが 466?4 対6でファンダメンタル6テクニカルが4ぐらいの割合で思っておいた方がよろしいかと思います はい、じゃあ4時間足見ていきましょう。4時間はそうなるとね、あんまり言うことがないんですよ。<laughs> まあ、ここをどういうふうに扱っていくかってどっかだけは注目していっていただければと思います。で、1時間の方なんですけども、1時間はちょっとね、あのー、見方がありましてね。うん、というのが、この20ピップスのレンジを意識して金曜日はやったわけなんですけども、ここ抜けて今150の518になりましたよね。これ、えー、どっかで利確が入って下落があったとしても、一旦ここで止まります。このレンジで。 ですんで、ここで止まったらさらに、こっちらのハローに動くと思って、エントリーをここに仕掛けておいた方がいいと思います。もしこれを抜けるようでしたら、これはかなりのね、あのー、利確や、それから新規の売りが入るってことですから、展開が変わっていくなって判断するんですよ。まあ、よろしいですかね。この今の、右肩上がりの上昇なんですけども、基本的には継続するんですよ。で、一時的に落ちたとしても、 このレンジで止まって、こっからさらにもう一回上がります。ね。そうならずに、さらに落ちたってことは、新規の売りが入ってくるってことなんで、展開が変わったっていうふうに考えてください。つまりは、円高方向に動き始めるかもなって警戒しないといけないんですよ。このように見分けていきましょう。はい、えー、それでは、今回は以上です。